クリストファ2世はデンマーク王、エイリック5世の子。クリストファ2世が死去した時、デンマークは一時的に消滅して、クイ時代に入った。クリストファ2世の印象エイリック6世の弟として、クリストファは多い継承権を有していた。当初はエストニア公として、兄の知性を支えていた。1294年には、ルンド大司教、イエンスグランドを拘束している。 後にクリストファは兄に対する陰謀に加担し、1319年にエーリク6世が死去した際には一時亡命した。デンマークのマグナートは王権のさらなる縮小を望み、1320年1月にクリストファを王に選出した。引き換えにクリストファ2世は貴族の大幅な特権を認めるハンドファイアス人に署名した。しかも、 彼が手に入れたデンマーク王国はすでに破産しており、その国土はドイツ人やデンマーク人のマグナートへの譲渡抵当に充てられていた。デンマーク王は税収を満足に得られないのに借金返済を求められ続ける状態であり、クリストファニセイは貴族や聖職者の要求を飲むほかなかった。聖職者に対しては教皇の同意がなければ投獄、追放、罰金刑がかけられず、 裁判にかけることも、税をかけることもできなくなった。貴族は、治療内で農民に課する税を自由に、釣り上げられるようになり、また対外戦争への参加を拒否できるようになった。捕虜になった貴族がいれば、国王は一年以内に、身の代金を支払わなければならなかった。バルデマー二世以降貴族や、聖職者に課されたすべての税が撤廃され、借金はそのまま残った。 こうした極端に国王が弱い状態は1660年まで続いた。クリストファニセイはこの検証に署名したものの、これを無視してデンマークを統治しようとした。教会やデンマーク貴族には課税できないため、ドイツのデンマーク領や農民に重税を課した。クリストファニセイは北ドイツの諸公や都市への積極拡大路線を復活しようとしたため、借金をさらに増やし増税に頼ることになった。 最終的に教会やマグナートも敵に回した、クリストファ2世は、デンマーク人、マグナート、ホルシュタイン博ゲルハルト3世、ホルシュタイン・キール博ヨハン1世らの同盟軍によって1326年に王位を追われた。クリストファ2世は、亡命を余儀なくされ、12歳のシュレースビヒコーが、バルデマー3世として即位した。ホルシュタインハクラは、バルデマー世に、南ユランを、 デンマーク王国から切り離させた。デンマークの切り取りをめぐる小競り合いからこの同盟は崩壊した。1329年までクリストファ二世は亡命生活を送っていたがマグナート共和国と化したデンマークの混乱に乗じて大い奪還を図った。メクレンブルク公ファインリヒ一世から2000のドイツ騎士を借りてデンマークに侵攻したがこの騎士たちは芝叩く間に敵に 好意されて降伏してしまった。ユラン半島で発生した農民反乱はゲルハルト賛世によって鎮圧されたが、スコーネの農民はスウェーデン王マグヌス4世に助けを求めた。マグヌス4世はこれに応じて、後にスコーネを購入し、これ以降スコーネをめぐって、デンマークとスウェーデンは長きにわたり、抗争を繰り返すことになる。ちなみに、 ゲルハルト3世は1340年にデンマーク貴族のニールス・エッペセンに殺された。1329年にクリストファ2世はヨハニ1世と協力して王位を回復したが、彼はもはや貴族の操り人形でしかなかった。デンマーク国土のほとんどは帝都入りし、王権が復活する見込みはなかった。例えば、ユラン半島を召喚するには10万銀ワルクを一括。 返済しなければならず、デンマーク王には到底不可能なことであった。ゲルハルト3世は前、ユラン半島を自らの私有財産とし、同じことをピュン島やセラン島でも言った。1331年、クリストファ二世はヨハニ1世と組んで、ゲルハルト3世を排除しようとしたが、ダネバークの戦いで完敗を喫した。もはや、クリストファ二世の手は、 デンマーク王という称号しか残っていなかった。彼は、ロラン島のサクスクービングに小さな邸宅を与えられたが、これそらもドイツ人傭兵に焼き払われる始末であった。最終的に、クリストファ二世は、ロラン島のウルハル城に遊兵され、翌1332年に、失意のうちに没した。クリストファ二世の死により、デンマーク王国は、名実ともに崩壊した。 1340年にバルデマー4世が即位して、湿地回復を進めるが、それまでの8年間デンマークは、空位時代となり、ドイツ人の抵当権者たちに支配された。クリストファ2世は、歴史上、弱体で当てにならない、無能な暴君という、極めて厳しい評価が下されており、デンマークを、ドイツ人へ、抵当入れした王として知られている。とはいえ、 彼の政策は単に先代までのデンマーク王のものをなぞっただけである。領地を抵当に入れ当座の資金を手に入れるやり方は当時の王公貴族が一般的に行っていることだった。彼はデンマーク人やドイツ人の貴族、それに教会とも手を結んで積極策に出ようとしたが結局それが裏目に出て彼の行動の自由を縛ることになった。年にポメラニア公 エウフェミアと結婚し、以下の子女を設けた。その他、以下の諸子がいる。ありがとうございます。